三。極真空手は喧嘩空手である。だから肩をやらしても何をやらしても汚い。組み手だけが強い。こういうお命は返上してもらいたいよ。基本も移動稽古も組み手もとにかくに極真は素晴らしいと。それを担っているのは君たちだから正確に覚えておけや。はい。駆けて回る周りの測り方だから早く回る。第5回世界大会で日本チームの監督を務める牢山初夫五段、そしてコーチの三平慶次五段が指導に加わった。しかし選手たちに疲れの表情は微塵も見えない。本家日本を背負う責任感が彼らの心身を支配しているからなのだ。極真空手はこの健康一滴、この勝敗にかけたと言っても過言じゃない。そういう気持ちで稽古を続けてくれや。分かった。よし。灼熱の太陽が熱い、頬をよぎる潮風が熱い。しかし男たちの極真魂はなお熱い。稽古の合間を挟んで極真合宿恒例の相撲大会騎馬戦リレーが行われる。同じ極真を夢見る者同士、大いなる絆が培われる。寺崎神社において来る第5回世界大会の日本チームの必勝祈願が行われる。大山松達を筆頭に選手全員日本の牙城を守りきらんとする並々ならぬ決意がここで確認された。ご人賞いただきます。いただきます。最終日、恒例の10キロマラソンが行われる。海岸通りから山あいに向かって走るコースは幾度となく難所を迎える。先輩後輩の区別なく
ただひたすらゴールを目指して走り続ける。空手が自分との戦いならば、これもまた自分との戦いに他ならない。本部夏季合宿からおよそ半月後、今度は湯河原修練所にて世界大会代表選手のみによる強化合宿が行われた。空手母国日本の威信をかけて、選手たちはここで最後の決意と究極の試練を自らに課すのである。吸った息を下腹へ持ってきながら集結しながら、気の充実を図る。だから握るときには軽く握って、当てる瞬間にね、当てるのではなくねじ込む。これはね、何回も言うようにねじ込む。これは裏剣の場合も同じです。下突きの場合も同じだ。それからね、打つときも同じです。ねじ込むという気持ちで持っていく、それが一番大事です。えいしよし、相手よりも早く側面に回ることが一番大事だよ。相手の動きを止めて自分が側面に行く。立ってごらん。これはね、リアコタケダの表面ではね、100あるけども、ここでは何の力もないもの。これ直線になるこの合宿最大の山場が